表は裏です裏ばかり人生よろしく裏街道街で行き合う人の顔見た前全部が裏返しちょいといけますさいただけますなお原の翔さんおまわりさん肩にで律儀で親切で貧乏で無欲でピーピーで細君綾子を困らせるちょいといけない、うん、いただけませんいとこの金ちゃん闇屋さん闇屋忘れども人がいい女房のホテルに稼がせて兄さん大事と米運びちょいとご苦労助かりますよそれとも知らずに大いばり闇屋はいかんと闇退治かかった魚は雑魚ばかりお米の金ちゃん捕まったびっくり仰天こりゃ驚いたお原の翔さん悲しんだ巡査をやめたが飯食えぬどうしてよいかと思案中一千万円飛び込んだこいつはいけますいただけますなそんなにたくさんなんかいないんか。ほんの少しで結構遠慮することないよ。当然これは君が半分取る権利があるんだ。僕があげるんじゃないよ、ね、初めからこれは君の分なんだ。さあ、ちょっとおまけ。いい、もう重いからいいですよ。どうぞ、あの、お寿司の方をどうぞ、お飲みください。それはね、思わぬ大金が舞い込んだんで、俺はつくづく考えた。うん。これは、その、わしに、この世の中を良くしろというんで、神様がお授けくだすったもんです。そう思ったね。うん。だから、のこれは一世一輪たりとも私することなくこれを国家社会のために通すべきものであるという決心をした。翔太ちゃんもう一つどう。僕もう食えないや。まあお坊ちゃんお行儀のいいことまあお利口なお坊ちゃまね本当におかわいい若さまですわ。あら嫌ですわ若さまだなんてこんな子に向かってねえこの我らの新しき門出を祝して乾杯。あ、うん、あおいおい綾子、はい、酒持ってこい。あの配給のお酒それでおしまいなんですよ。不景気なこと言うな。少々お高くてよければございますよ。闇ですけど。闇はいかん。闇はいかん。へえ。今夜は特別かな。
特別だからお願いしようか。諸君、今夜は許してくれたわよ。兄さん、兄さん、それどうす、うちっての飲み直しませんか。おい、それ、行こう。旦那の前だが、旦那ぐらい運のいい方はありませんぜ。いや、それというのも普段の心意気がいいからだ。いや、まったく旦那と来た日には人格者だからね。いや、まったく。いや、そうだと思うよ。旦那をこんなところに置いておくのはもったいない人物だ。どうですよ。一番でっかい会社を立てて社長になりませんかい。え、立派な社長になれますぜ。ねえ、親分、もたつじゃいやせんで。本当ですよ。おい、金ちゃん、もっと景気のいいとこ行ってんのも、大いに英気を養って将来のために備えんかなだ。行こう行こう。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 ありましたな。羨ましい限りですよ。
長さんは。社長って一体誰。奥様もお人が悪い。ほら、あなたの旦那様、お話商事のれっきとした社長さんじゃござんせんか。社長、まあ、ちょっとここかけてちょうだい。一体そのお話商事って何なの。本家の兄さんもご一緒。とんでもない、あんなガチャ崩れにそんな会社がありますか。たぬき御殿みたいなお屋敷買い込んで夫婦でお金の使いっこしてるってんじゃありませんか。そこ行くとさすがはお宅の旦那様なんかしっかりしたもんですね。間違いなくあるんだね。それはもう確かにこの目で現物を見たんですから。じゃあそこに案内してもらうよ。はい、行こう行こう。涙だ、涙だ、なんて結構な恐ろしきだこと。さあ着いた。長い間引っ張りましてすまなかったね。いやいや、品物さえありゃね。ここですよ。ああ、ここ。うん。はい。品物は確かにあるんですね。この人があるって。いや、こちらは確かにあると言ったから。あおかいな。この人があるある言うためやで。この方はね、こんなこと言ったってお足を乗りもただその、ちょっとこれ、一体自動車代は誰が払ってくれるの。これはこの子ですよ。いや、そりゃこれ、こちらだよ。ちょちょちょ、殺して、殺して。うわー、違う。あなたたち、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 買えますよ。払えに行きよ、払えよ。自転車でいくらですね。5台分5万円。5万円ね。どんたくお見舞い妄想か。時代遅れなもの、しょうもない。時代遅れか。ほんま時代遅れよ。あんたはみたいなスマートの紳士のすることはおへん。スマートか。それよりダンスば行きましょうな、みんなで。行きましょう、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 行き
名前聞かせてよ。私は小原庄之進、福島県会津藩の士族で、士族っていうのもありませんけど、あなたのお名前は？私、小西秋子。どうぞよろしく。こちらこそ。どっかでお見かけしたようですわ。いや、僕は巡査なんかしたことありませんよ。私は回りくどい話が大嫌いだから、ざっくばらんに申しましょう。私はね、あんたの近頃の商売のしっぷりが邪魔でしょうがないんだ。あんたみたいなズブの素人に荒らされちゃ迷惑千万だ。ご承知だろうが、あの闇地はすっかり私の手に入れてしまったし、また各関係方面にもきちんと打つべき手は打ってあるし、また政党関係にも
ちゃんと連絡がついてるから、あんた一人でどうかしようなんてことは極めて簡単なことなんだ。分かっていなさるだろう。って言ったらこれが身も蓋もない話でさ。ねえ、小原さん。そこでだ、一つお互いにつまらない争いをするより紳士的に妥協しようじゃありませんか。つまり今度はある物資がドカンと入ることになってるが、それをあんたと共同出資ということにして利益を折半する。実は少々こちらも資金が足りないんで、ここはぜひともお願いしたいとこなんだが、どうでしょう。うん、ですけど品物は何でしょうか。現物を見るまで信用していただけませんか。じゃあ、ここに300万円あります。これをあなたにお預けしておきましょう。そして現物を取りに行く時、あなたの方も300万円用意していただいて、両方同額ずつ出資し合って、後で品物を半々に分ける。これでどうでしょう。今からこれを新たにお預けしておきましょう。これなら使用してあげますね。じゃあ一遍中を改めてくださいよ。いえ、もう。そうですか。それなら。じゃあ、どん。すいません、ちょっと重い。どうも。何か預かりしようでも。いや、ここは男同士の約束でいきましょうや。では奥さんに来ていただきましたから、持って帰っていただきますよ。いいですね。あ、お渡ししました。どうぞ。今日がいいや。お近づきの印にいっぱい行きましょう。ああ、もしもし。もう済んだから支度をしてくれ。ご紹介しましょう。これが例の小原金次郎君です。こちらは三浦総務の柿本先生。あ、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。いやいや。いや、こちらこそ。今度は素晴らしいご幸運だそうで。おめでとう。わしは確かあんたのおじいさんだと思うが、庄助さんはよく存じ上げてるですよ。わしはまだ青二歳だったが、その道ではいろいろとご指導賜ってな。なお、いよいよ妙法10日を期して食料品、縫製品、公定価格違反等を厳重に取り締まるつもりであります。今度こそは徹底的にやり上げる方針でありますが、毎回
事前にそれが漏れて十分にその成果を上げなかった経験に鑑みまして、今回は特に秘密を固く守ることを職員にお願いいたします。ああ、10日からですか。いや、ありがとうございました。10日からでっか。おい、10日からや。間違いない、潜水から出たやない。お、そうですか。ありは10日からだよ。おお、そうですか。そいつはありがてえや。たまには取り締まってもらわねえと根が飛び上がらなくて往生しますわね。シナモの隠し面すりゃ根が上がるんですからね。答えられますやね。あ、まだ10日から取り締まりがうるさいんで自粛ですってさ。あら、嫌だわ。私、ウイスキーなんかこんなに仕入れちゃったのに。何言ってんですね。自粛の方がずっと面白い商売ができますわね。になると忙しくて忙しくて辛いよ。私もよ、くたくただわ。ね、あの部屋まだいるのよ。後が使えてんのに困るわ。だから死ん猫って嫌いさ。アキコさん。なに？僕言いたいんですけどね、言ってもいいでしょうか。何を？僕はこの年になるまでこの世の中にこんな楽しい世界があることを知らなかったです。思えば僕の青春なんてものは実際錯覚たるものだったんです。ねえ、明子さん、僕はあなたによって僕の失われた青春を取り戻したいと思うんです。束縛って何さ。なんていうか、つまりそのつまらんっていうことですかな。お邪魔しました。宮原君。なんだよ宮原、やぼらすんな。ここは俺が来られてんだから、入ってくれ。隠したってダメ。分かってます。お金が入ったら、あ、
しようって言ってたくせに。あんた、とうとう大闇屋になりはせてしまったのね。せっかくこうやって地道に稼いで、今に世の中が治った。まともな商売しようとも一生懸命になってんの。あんた、あんたと来たら、いいえ。もう私なんかどうなったっていいんだわ。私のことなんかどうも考えていないんだわ。男の気持ちって女なんかに分からんもんか。これは一体何なのよ。隠したってダメ。ちゃんと見たって人がいるんですからね。お金が入ったらああしようこうしようって言ってたくせに、あなたはとうとう放蕩者に投げ果ててしまったのね。私がせっかくこうやって一旦潰れたお原家を再興しようと一生懸命になってるのに、あなたはあなたと来たら、いいえ、私や翔太なんかどうなったっていいんだわ。私や翔太のことなんかちっとも考えていないんだわ。男の気持ちって女なんかには分からないんだ。そうとも分かるもんか。第一自粛休業だってのに、こうやって商売のできるのもみんなあの大野さんって人がいるおかげじゃないか。世の中なんてな、裏の裏があるんだよ。お前みたいにそう一途に。その裏の裏っていうの、あんた一番嫌がってたんじゃないの。やれやれ、あんたって人、お金が入ったらすっかり人間が変わってしまったのね。変わったわけじゃないさ。しかしだね、俺だってこの年になって人生ってものが分かってくるとね、世の中には裏の裏ってものがあるんだからね。そうお前みたいに一途に。その裏の裏ってのがあなたが一番嫌がってたんじゃないの。本当にあなたって方はお金が入ったらすっかり人間が変わってしまったのね。ああ悔しい。私がどうするか覚えてらっしゃい。びっくりさせてやるから。悔しい。私これからどうするか覚えてらっしゃい。びっくりさせてやるから。方とご一緒でさぞお楽しいことでございましょうね。強いの。私も。メチルでもカストリでもみんな持ってこい。私も。
カップレかなんかな、陽気にやってくれ。
お父ちゃまやお母ちゃまは？ゆうべから帰ってこないんだよ。姉やちゃんは？今朝、お城いっぱい塗って、どっかに出て行ったよ。まあ、不用心ね。不用心って何？だって姉やちゃんいないんでしょ？姉やちゃんは城に塗ると不用心なの？嫌な翔太ちゃん。どうして？どうしてって、子供の聞くことじゃないわ。どうしてさ。さ、なんかして遊びましょうよ。おばちゃん、マッチ持ってない？マッチ？どうするの？この汽車、アルコールたくて走るんだよ。翔太ちゃん、あんたそれいつも一人でやってんの？うん、アルコールよ、困るよ。まあ、不用心ね。大丈夫だい。ねえ、丸投げかなんかしない？おんもで。おばちゃんできる？うん、坊やなんかにずっとうまいや。僕、アウトロ出せるんだぞ。アウトロって何？まあ、不用心ね。今度はトロップだぞ。ドロップなんか出したら食べちゃうぞ。何こいつ。け、ヘボだな。しっかりしろい。なんだよ、ヘタムくれ。なんだ、アンポンタン。何を、ポケナス。何を、ヒョウロクダマ。何を、なんてずるいや。ずるくないやい。け、アップクチリリギャッパッパーだ。け、プププリギャッパッパーだい。嫌な坊や。あ、大変だ。坊や、おばちゃんも行かなくちゃ、汽車に遅れちゃうわ。行っちゃやだ。おばちゃんも行きたくないのよ。だけど、どうしても行かなきゃならないわけがあるの。どうして？翔太ちゃん、大人になったらわかるわ。じゃあ、さよなら。いや、そんな顔しちゃ。お父ちゃまやお母ちゃまによろしくね。金次郎、おじちゃんは？ダメ、あんなの。どうして？どうしてでもダメよ。じゃあ、さよなら。Thank you.
お前らさ、うちはどうですか。早く言ってあげなさい。お坊ちゃんは見えない。翔太が。しないようだったら僕ははっきり言うが、あなたたちは犬畜生以下だ。もしもし、あしこさん。お父ちゃん、あのね、どうしてもお目にかかりたいのよ。すぐ来てくださんだ。今日だけはダメなんだ。勘弁してくれたまえ。いやいや、会いたいのよ。たまんないの。ねえ、酔ってるよ。困るな。いえ、そうじゃないんだよ。わかるよ。わかるけどさ、困ったな。じゃあちょっとだけね。ちょっとだよ。五条だからもう今日は返してくれよ。ね。いやお願いだからさ。いやあんバカ、帰っちゃずるいよ。そんなこと言わないでいい子だからね。意地悪。知らなくて。つねらなくたっていいじゃないか。ちょっと、ほら、もう電車なくなるから、ね、ね、いいだろ、ね、ああ、乱暴なんだな。乱暴よ、もう帰るなんて言ったら承知なんだ。ひっかいちゃってちぎっちゃってペチャペチャにして潰れちゃうから。困っちゃうな、ね、だからね。いやね、あのね、明日何でも好きなものを買ったんだからね。いや困っちまうな。ごめんください。アッコ、それは一体何の前だ。お前それで俺に済むと思うか。ちゃんとこっちを見ろ。見ろったら見ろ。どうせ俺の顔はまともに見られないんだろう。そうか。この野郎。ちょっと待って。明子さんはちっとも悪くないんです。みんな僕が悪いんです。謝りますそうですか。じゃああなたは僕に謝らなきゃならないようなことをしたんですね。それじゃあこれをよく見ていただきましょう。飛んだこと。お原省の心、一生の不覚でした。処置なし。
ってる場合じゃないぞ。
失礼しました。以上あります。やってきたんや。え？ここの社長の大野藩はな、ただの闇屋とは知恵とばかり違わねえんで、世の中の下の下から上の上までがっちりと大野藩の手の中にあるやで。警察かて何かで答えがつかい下手に手出ししてみっちゃね。隅田川の土左衛門か三原山の身元不明が関の山やで。こう見えてもな、わいも知恵とばかり法律をかじった男やから教えたのが、今度のことは全然犯罪を構成せえへんねん。証拠もない、論拠もない、状況判断もつかんときては天から話も何もならへんやないか。たとえお前が闇雲に訴え出たかって、大野藩には警察が頭が上がらんないで。訴え出たお前の方が統制違反に引っかかるぐらいがおっちゃな。せやから悪か大変へん。おとなしをすっこんとった方がいい。大野藩に睨まれたらおしまいで。大野藩かて何も鬼や邪やなし、本にかわいそうやとお情けで闇市の縄張りぐらい分けてくれはるかもわからんな。その方がこれ儲かるで。それから今度かいや噛み上げて今日切りあの金のことは忘れてしまった方がいいな。あの金忘れてしまえ。分かったな。このダホまだ分からんのか。おい野郎ども来い。おや、こいつまたこの時来てやがった。おい、みんな捨てちまえ。私はあなたを待って待って待ち暮らしましたけれど、すべては無駄になりました。私はこれから遠いところに行ってしまいます。あなたがまともな仕事をしてくださらぬ限り決して帰ってはまいりません。どうぞお体だけはお大切に。さようなら。おてる、すまり勝手にしてくれ。Thank you.
私の唯一の義務であり責任であると思います。私一人をやらせてください。しかし君、逮捕条件が整っておらんじゃないか。いえ、必ず証拠を挙げてご覧に入れます。小原君、君は大野のところへ命を捨てに行く気だね。いえ、そんな。いや、君はそういう男だ。練習場以来20年の友として、君の気持ち、君の性格が分からんでどうする。隠しても無駄だよ。すいません。しかしこれだけはどうしてもやらせてください。もし私が大野のところで殺されれば、私の死体が何よりの証拠物件となって有力な検挙の材料となるじゃありませんか。小原、バカなこと言いたまえ。それは封建の思想だ。そんな不合理な、そんな非科学的な方法は俺は取らん。もっと正々堂々、科学的根拠のある正しい方法でやらなきゃいけない。ちょっとお待ちください。何かあるんです。証拠が、とってもいい証拠があるんです。それが頭の中がもやーっとしてて、ちっとも思い出せないんです。しかしこのもやーっとしてるそこの方に、何かこのもやーっとこのあるんです。巡査の顔とこの花札がぼんやりと見えるんです。
ちらの田代常務に面会に来たんです。そんならなぜちゃんと受付を通して来ないんです。ここは闇料理みたいに裏口営業はやっていませんで、表口からだけのお客さんしかお目にかかれませんから、とっとと帰っていただきましょう。失礼しました。実はこの男の案内で。この気違いの案内で。無礼はお詫びします。しかし田代常務に会わせていただきましょう。うん、どんな要件で。ある男の自供によって賭博の容疑者として取り調べたいんです。そりゃ無茶だ。第一、賭博指ってのはおかしいじゃないか。いや、賭博だけじゃありません。贈賄、その他ありますが、任意執刀の形式で署まで一緒に来ていただきたいんです。どうも君たちのやることは無茶苦茶だ。まあ人権蹂躙にならないように願いますぜ。とにかく田代を呼びましょう。いや、私は行きます。慌てないとも逃げやしませんよ。どうせすぐ返されるんだ。あ、ジョンさんにすぐここへ来るように。まあ言って聞かせたいことがあるから、そこへかけなさい。そこへかけなさい。じゃあ話し合いましょう。これはあんたのために言ってあげるんだが、あんまり俺たちのことをほじくらねえ方がいいぜ。いや、しかしですね、大野さん。まあ聞きなさい。あんた一人だけなら自業自得で諦めもつこうが、上から上へと迷惑がかかっていったらどうするね。それはどういう意味です。一服いかがですか。さあどうぞ。そうですか。大野、武器隠匿の現行犯として検索する。どうかしたんですか。ちょっと聞きたいことがあるんだが、付き合ってください。ね。今度の事件は警察がまたしても黒星というよりもむしろ醜態であって、署長はすべからく責任を取って辞職すべきだという説もあり、
左遷されるのは事実らしいという噂もあるようですが。所長が？いや、噂だけですよ。僕はそんなことは絶対にあり得るもんではないと思ってます。しかしこの噂というやつがなかなかのくせ者ですからね。そしてこの噂の出所もその辺の機微をよく知っている大野の周囲から出ているんじゃないかと僕は睨んでるんですがね。とにかくこの集大とまで言われた事件の一皮むいたところを知りたくてあなたを追い出したわけなんですが。全く私の責任です。たとえ嘘にむしろあの所長の身辺にそんな噂を立てたということは全く私の愚かさから来ていることで、何と言って詫びたらいいか、情けなくて情けなくてたまらない気持ちです。回っている風車に歯向かっていって大怪我をした愚か者の話がありましたね。今の私がちょうどそれなんですよ。私の場合は自分が怪我をしたばっかりでなく人様にまで迷惑をかけたんですから、実際愚かさも念が言ってますよ。私が負けたのはいいです。それは私がバカだったんだから、それは当然です。しかし正義が負けるのはいかんです、いかんです。悪いことをするやつらは利口です。そしてだんだん利口になっていくんです。だから利口がバカを負かすのは当たり前ですよ。彼らはどんな法律を作ってももうその網から巧みに逃れ出すことをすぐに考え出すんです。そしてその網にさえ引っかからなければどんなことをしても悪いってことはないと思ってるんです。こんなことをほっといたら今にどんな悪いことをしても構わないっていう時になっちまいます。それはいけません。私がどんなバカ者になろうと、どんな笑われ者になろうと、悪いことは絶対に悪いことです。大野が悪いことをしているっていうことはもう世間がみんなよく知ってるはずなんです。そしてその大野を警察がなかなか捕まえることができないっていうこともよく知ってるんです。で警察が失敗をするたんびに世間が笑います。これです。これがその大野を警察に捕まえさせない大きな原因だっていうことが分かったんです。誰だってどういうことがいいことでどういうことが悪いことだかっていうことはよく知ってるはずです。だから悪いと思ったらなぜそれを言わないか、なぜはっきり言ってくれないか。戦争に負けてみんなもうバカになっちまってるんでしょうか。今そんなバカな時代なんでしょうか。悪人は警察が捕まえるもんだと思ってる。違う、悪人は国民が捕まえるもんだ。皆さん方の話題を賑わしている例の大野事件ですね。あれこそ闇の本家本元だと言われているんですが、今日は一つ我々の生活に最も短いこの闇の問題を取り上げて、皆さん方のご意見を伺いたいと思います。第一に、闇はあった方がいいのかない方がいいか、また闇をなくすのにはどうしたらいいか、それについて皆さん方の活発なご意見を伺いたいと思います。あ、奥さん、さあどうぞどうぞどうぞお帰りください。奥さん、あなた闇やってらっしゃいますか。闇をやらなきゃやっていけませんけど、近頃は何もかもお高くてとても手が出せませんもんですから。そうしますと安ければ闇のものを買おうとおっしゃるわけですね。そりゃもう配給だけじゃとても生きていけませんもんね。どうもありがとうございました。ところで皆さんに伺いたいんですが、この世の中に闇があった方が便利でしょうか。
それとも絶対ない方がいいでしょうか。はい、闇は絶対行きません。闇は大体ね、この闇ってやつはね、我々金労者の生態系の根本はですね、官僚制度から僕は来ると思うんですよ。いけませんよ、闇は。官僚制度、金労者は闇は反対ですよ。ちょっと待ってください。どうかお一人ずつおっしゃってください。あ、それじゃあご老人からどうぞ。闇はですね、政府は闇はいかんいかんと取り締まってるな。闇を割いて一体何を出すんだ。何も出さねえじゃねえか。人間食わずにいたら死んじまうんだからな。そこを考えなくちゃいけねえや。なあ、そうだろみんな。だからさ、政府はバカだって言うんだよ。なんだって自由らしゃいいじゃねえか。どっちみち闇なんてな、取り締まりっこねえんだからな。え、そうじゃねえかよ。闇があるからこそ、日本人みんなはこうして生きてられるんじゃねえかな。闇がなかったら何で食ってくんだよ。闇取り締まり、絶対反省。闇はいかんですよ。絶対に行けません。闇はだめ。我々労働者の生活を話だな。手段を阻害するものだよ。まず第一にね、官僚制度の打破。これがこうしては闇は僕もできない。官僚制度の打破。何をこの野郎、生きろ。官僚制度の打破。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。それじゃあ、こういうことにしましょう。闇があった方がいいか、ない方がいいか。ここにいる全部の方に判断していただきましょう。まず、闇があった方がいいと思われる方。どうもありがとうございます。結構です、結構です。それでは、闇がない方がいいと思われる方。闇あんない。これは絶対多数ですな。金ちゃん、世論をやっぱり正しく判断してくれるよ。もうないか、もうないか、もう当たりませんか。あと3個、もうちょい、もうちょい、もうちょい、はい、できた。勝負。はい、こちら。はい、試験。あ、こちらの方です。あ、虫出ちゃったよ。これどうなんだろうね、今日は。夜の日だな、あったかな。目じゃねえや。これは寺です。あ、すいません、あげて。ほとんどおかしきゃ、しょうがねえな。よし、また押しちゃうじゃないか。それ貼ってやって。花学園の提灯や。貼ってやるよ、親父の頭。さあ、どうぞ、さあ、どうぞ。貼ってやって、貼って。で、もちろん、もちろん、はい、なりませんか。そう、貼ってください。貼ってやって。貼ってやるよ、親父の頭。さあ、貼ってやって。で、4個、もちろん、もちろん、貼ってやって。はい、なりませんか。はい、貼って。皆さん、もちろん、もちろん、もちろん。あと4個、あと4個、あと4個、貼った、貼った。動くな。逮捕状。大野源三郎、右の者、先の理由により逮捕することを許可す。理由、隠匿物資緊急処置令違反、および配給物資横流し小売、並びに恐喝暴行。みんな静かに。賭博現行で全部検査です。